んにちは、ディッシュの北村匠海です。矢部正樹です。スタートヤジャーニーシーズン3第7回目をお送りしてまいります。この動画はですね、はい、僕たちディッシュの2人がこれからアコースティックギターを始めようと思っている方にギターの楽しさだったりとか基礎覚えておくと役に立つテクニックを教えていく番組でございます。はい、はい、シリーズの最後まで見ていただいて練習すると簡単なコード進行の曲が弾けているかもしれません。お、はい、ということで弾いてみたよという方はですね、ハッシュタグ SYJ とともに SNS アップをよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今回はついにコード進行、コード進行実践編です。何ですかコード進行って。はい、コード進行というものはですね、まあ今までコードというものをちょっと紹介しましたし、うん、他にもですねコードっていうものが いっぱいありまして、まあ、曲っていうのは、まあ、ざっくりコード進行で成り立ってるんですけど、まあ、このコード進行だと例えば悲しいなとか、うんうんうん、このコード進行だとあ明るいな心地いいなとか、本当にね代表的なコード進行がいっぱいあるんですよね。はい、とか。なるほど。今のはもう本当に超簡単 C で、次がね G というコード G で D というコードです。 D そして G、G、まあ、3つのコードですね。3コードって言われる。コード進行ってメジャーとマイナーっていうのがあるんですよね。今のはいわゆるそのメジャーのコード進行ですね。明るい気持ちになる、はい、メジャーのコード進行、明るいとメジャー。そうです。でこの切ないコード進行、ちょっと悲しい気持ちになるな、これがねマイナーのコード進行なんですけど、まあ、ちょっとやってみると、うん、なるほど。ちょっとこうどんよりなんか切ないこう悲しい、なんだろう、気持ちというか、うん、で今のコードはですね、A マイナー、はいはい、A マイナー、 E マイナー、 E マイナー、 F、 F、 G、 G、 A マイナー、 A マイナー。こういうね、シンプルなストロークで今コードを弾いたんですけど、これに右手、重要だって言った右手、これの強弱をつけてアクセントをつけたりとか、うん、あとは部分的にアルペジオをしたりとかすることで本当にね無限になっていきます。そうだね、うん、それでこう曲が作られていく、ね、そうなんです。じゃあ例えばね、最初に紹介した CGDG とか、例えば指弾きのアルペジオで弾いてみると、ちょっとなんか、なんかバックグラウンドっぽいよね。なんかなんか CD、CGD ってさっき明るい曲って言ってたけど、なんかこうちょっとさ、なんていうのかな、はかない感じになるよね。そうだね、昨日食べた夕飯がさみたいなカレーだったんだけど、カレーのルーがなくて。これは何を見せられてるんでしょうかもうほんとこういう感じよ、こういう気持ちなのさっきのストロークだとさ、なんかいや今日はさみたいな、あーなるほどね、今日はねみたいな、ひまわりが咲いてて超明るい気持ちになったんだよね、はあ、こういうアーティスト多分いると思うなんかいるな、いると思う。でも本当にこういうこういわゆる方向性一つで全然違う空気になるっていうかね、うん、そうだね、はい、こういうこうコード進行、コードについてなんとなく分かってきたところでですね、今回は僕たちディッシュの代表曲の一つであります猫の、はい、まあ、弾き語り、猫についてレクチャーしたいと思います。1カポです。1カポ、カポ1、カポ1です。フレットにカポをします。はい、で、じゃあ猫のサビのコードなんですけども、うん、最初は1カポの状態で D です。はい、そして、次がA で、次が G
そして、D、うん、そしたらもうこれだけで、猫の最初がもう弾けます。そう、これで Em7 で A、はい、後半急にむずい。はい、後半急にむずい。で、まあ、こういろいろ難しい指がこう動きましたけども、これがコード進行と呼ばれるものなんですね。はい、君がいなくなった日々もこのどうしようもない気だるさも心と体が喧嘩して頼りない僕は猫なったんだよな。君はいつかふわっと現れてくれ、何気ない毎日を黄色に染めておくれよ。ということで今回は、猫のコード進行、とりあえず皆さんは半分までマスターしてほしいなと。はい、はい、その先はちょっと上級になってくるので、もう気が向いた方は調べていただきたい。そうですね、よろしくお願いします。もうぜひともコードを弾いてみた動画見たいです ね。猫半分まで弾いてみた、猫、そう猫サビの半分まで弾いてみたこれもうできますから。マイナーセブン省いてみた、でも何でも OK なんで、はい、ぜひともチャレンジしてみてください。よろしくお願いします。それでは以上、ディッシュの北村匠海と矢山崎でした。バイバーイ。